クロスキーズの戦い、クロスキーズの戦い、クロスキーズの戦い、A、バトルオブクロスキーズは、南北戦争初期の1862年6月8日、バージニア州ロッキンガム軍で行われた戦闘である。南軍ストーンウォール・ジャクソン少将のシェナンド渓谷を舞台にしたバレー方面作戦の一部だった。この戦闘の翌日に行われたポートレパブリックの戦いとともに、 南軍の決定的勝利となり、北軍はシェナンドを警から撤退し、ジャクソンはリッチモンド郊外で行われた7日間の戦いで、ロバート・イリー将軍の軍隊の支援に回ることができた。バージニア州の小村ポートレパブリックは、シェナンドを川南支流に合流する、ノース川とサウス川に挟まれた土地の主部にある。1862年6月6日から7日。 ジャクソン軍約1万6000名はポートレパブリックの北で露栄し、リチャード・イーウェル少将の師団はグッズミルに近いミルクリークの岸に、チャールズ・エス・ワインダー巡将の師団は橋に近いノース、川北岸にあった。一個連隊、第15アラバマ連隊がユニオン協会のところで道を塞ぐために残された。ジャクソンの作戦本部はポートレパブリックのマディソンホールにあった。 市長隊が近くに置かれた。北軍の2部隊が、ジャクソンの陣地に向かった。ジョンシー・フレモント少将の山岳軍管区の軍隊約1万5000名、1個師団、独立3個旅団は、バレーパイクを南に進み、6月6日に、ハリソンバーグ近郊に達した。ジェームズ・シールド巡将の師団約1万名は、ルレーバレーのフロントロイヤルから南に進んだが、抜かるんだ。 ルレー道路のためにひどく遅延していた。ポートレパブリックでは、ジャクソンがノース川に架かる最後の橋とサウス川の浅瀬を確保していた。そこは、フレモント軍とシールド軍が合流を目指した地点だった。ジャクソンは、フレモント軍の進軍をミルクリークで抑え、一方シールド軍には、シェナンド川南支流の東岸で返しようと考えた。マサナッテンにあった南軍の信号所から、 北軍の進行を伝えていた。6月7日の遅い時間帯に、フレモント軍の前衛部隊が、クロスキーズ酒場近くで、ジャックソン軍の将兵に遭遇した。数発の銃火が発せられ、北軍の騎兵は近づきつつある、主力軍のところに戻った。闇が訪れ、それ以上の展開はなかった。シールズ軍からサミュエル・エス・キャロル大佐が、北軍騎兵隊の一個連隊を率いて、 砲兵隊と不評一個旅団の援護のもとに、ポートレパブリックのノース側橋の確保に派遣された。6月8日の夜明け直後、キャロルは南軍の昌兵を追い払い、サウス川を渡り、ポートレパブリックに突進した。ジャクソンとその参謀たちは、作戦本部から主要道路を走り、橋を渡って何とか捕虜になることを免れた参謀のうち二人が捕まえられた。 キャロルは橋に向かって一門の大砲を据え、他の大砲も運んだ。ジャクソンは防御を指示し、ウィリアム・ポーグー大尉の砲兵隊に北岸で準備を命じた。ジェームズ・カーリントン大尉がマディソンホール近くから大砲を持ち出し主要道路に向けて据えた。第37バージニア不評連隊が橋を渡って突撃し、北軍機兵隊を町から追い出した。 キャロル隊は混乱して退却し、その不評隊が射程内に入ってくる前に2門の大砲を失った。南支流の北岸にあるポートレパブリック東の崖上に置かれた南軍砲兵隊の大砲が退却する北軍に発砲した。キャロル隊はルレー道路を鍛え、数マイル後退した。ジャクソンはウィリアム B ・タリアフエル巡将旅団をポートレパブリックに置き、ストーンウォール旅団は 大砲と共にボゴタ近くに陣取らせて、その後の吸収に備えさえた。一方、フレモント軍の先導隊グスターブピーク譲れ、大佐の旅団が、ハリソンバーグ近郊から、その前進を再開した。南軍の三兵を蹴散らした後、ユニオン協会近く、キーズルタウン道路に到着して、その右側面を道路に、沿わせて、配陣した。北軍の旅団は一つずつ到着して、 前線を組んだ。ロバート・カミング・シェンク順将の旅団が、クルズレ隊の右に、ロバート・イチ・ミルロイ順将の旅団が左手に、ジュリアス・エイチ・スターヘル・ヘリュ順将の旅団が、最左端につき、その左側面は、コンガーズ・クリーク近くとなった。ウィリアム・エイチ・シー・ボーレン順将とジョン・エイ・コルテス大佐の旅団は、前線中央近くに、備え隊として置かれた。 北軍機兵一個連隊が道路を南に進み、右側面を押さえた。砲列が前面に出された。南軍イーウェルはその不評手段をミルクリークの背後に廃し、アイザック・アル・トリンブル巡将の旅団がポート、レパブリック道路の右手にアーノルド・エルジー巡将の旅団は高い崖に沿って王に着いた。イーウェルはその大砲、四個砲兵隊を前線中央に集中させた。 北軍がキーズルタウン道路に沿って配置したので、トリンブルはその旅団をビクトリーヒルまで4分の1マイル前進させ、コートニーの砲兵隊をその左の丘に配し、第21ノースカロライナ不評連隊で支援させた。ユニオン協会付近で三平戦を行った第15アラバマ連隊がこの連隊に合流した。トリンブルはその連隊いくつかを丘の頂上背後に見えないように置いていた。 フレモンとはミルクリークの背後と考えられる南軍の陣地を包み込もうという明らかな意図でその前線を前に進めることにした。このミサオ軍には精妙な右旋回が必要だった。最左翼のスターヘル旅団が最も遠かったのでまず前進した。ミルロイ旅団がスターヘルの右と後ろに進んだ。北軍方兵隊が不評の大隊と共に前進し、 キーゼルタウン道路の南で南軍の砲兵隊と交戦した。スターヘルはトリンブルの前進した陣地に気づいていないようだった。その応隊は警告に入り込み小川を渡ってビクトリーヒルに登り始めた。60歩の距離でトリンブルの不評が立ち上がり一斉射撃を放った。スターヘル旅団は大損害を出して混乱の中に退却した。この旅団は ビクトリーヒルに向かいアコーチで再結集したが、その攻撃を再開しようとはしなかった。スターヘルは攻撃を再開しなかったが、その陣地を支えるために、砲兵隊を前に出した。トリンブルは、第15アラバマ連隊を右手に動かして谷を、声砲兵隊の左につかせた。一方イーウェルは2個連隊、第13及び、第25バージニア連隊を、 トリンブルの右手にある尾根に沿って進ませ、北軍砲兵隊からの激しい砲火を引きつけた。第十五アラバマ連隊は、叫び声と共に谷から飛び出して、砲兵隊の方向に丘を登り始め、戦闘に突入した。トリンブルは、他の2個連隊、第十六ミシシッピ連隊を、左、第21ジョージア連隊を右にを、ビクトリーヒルの陣地から前進させ、 北軍の前線を交代させた。北軍砲兵隊は前者を急いでつけて交代しその大砲を救った。北軍の一個連隊が短時間反撃し、第十六ミシシッピ連隊の左側面をついたが、必死の戦いの中で交代を強いられた。トリンブルは南軍右から谷を上がって前進を続け、一連の北軍陣地の側面をついていった。こうしている間に、 ミルロイ隊が、砲兵に援護されて、スターヘルの右手に進んだ。ミルロイの前線が、ミルクリーク背後の南軍中央から、ライフルマスケット銃の射程に入る銃火が開かれた。北軍の砲兵隊は、南軍の砲兵隊と砲撃戦を続けていた。ボーレン隊が、スターヘルの崩れかけた防御を固めるために、北軍の最左翼に動いた。ミルロイ隊の左側面は、 スターヘル隊の交代で危険にさらされており、フレモントはミルロイに交代を命じた。ジャクソンはイーウェル隊が必要な時に支援するためにテイラーの旅団を前進させたが、テイラーはダンカー協会近くのポートレパブリック道路に予備隊として止まった。フレモントは左翼のスターヘルの旅団が打撃を受けたために無力化したとみて強調した攻撃をかけられなかった。 シェンクの旅団にユニオン協会の南の南軍左側面を見つけるために前進を命じた。イーウェル隊はその左翼を LG 旅団の部隊で補強した。激しい重火が前線に沿って起こったがすぐに静まった。南軍の LG 淳将とジョージ・ H ・スチュアート淳将がこの交戦で負傷した。フレモンとは自軍をキーズルタウン道路まで交代させ、その後方の高台、 オークリッチに大砲を据えさせた。砲撃戦が続いた。白母の頃、トリンブルはその前線を押し出して、北軍の陣地から四分の一マイルまで進め、野獣に備えた。南軍の証言では、北軍兵が野営に入り許可を灯して、コーヒーを作っていたという。イーウェルはトリンブルに攻撃せず交代を命じた。ジャクソンは、シールズの部隊の方が大きな脅威であると感じていた。 次の日、トリンブル、ジョン・パットンの両旅団がフリーモントの部を抑える一方で、e ウェルの部隊の残りは仮設の橋を使って川を渡り、ポートレパブリックでエラスタスタイラー准将の部隊を打ち破る戦闘、ポートレパブリックの戦いに参加した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。